どうも皆さんこんこにちは、ききょょです今回はですね、タウンホール7の、えー、キオキオがおすすめする、えー、ユニットのですね、まあ、その編成です。パーティーですね。えー、タウンホール7ですと、やっぱりジャイヒーがまだ使われる時代だと思うんですね。ジャイヒーということで、まあ、ジャイアントですね、今回20体。やっぱりあのタウンホール7ってタウンホール8と同様に、アーミーキャンプの収容量が200なんですよ。タウンホール8でも200なんですよ。 なので、タウンホール7では、タウンホール8並みの戦力で戦うことができるんですね。なので、タウンホール8に劣らず、結構強い、いい配置が、いいその編成ができるので、タウンホール7ではジャイアント20体。えー、ジャイアントはですね、本当に20体ぐらいでいいと思います。なので、ジャイアント20体をですね、ヒーラー1体で賄うことはやっぱ結構厳しいと思うので、ヒーラーを2体入れます、今回は。ヒーラーを2体入れて、 さらに、ウォールブレイカーを2体。ウォールブレイカーをですね、まあ、結構減らす理由としては、うーん、まあ、そうですね。ウォールブレイカーそんな、やっぱその災害層の壁だけ破壊して、あとはボ、えー、邪ーでどんどん進んでいくっていう感じができるので、まあ2体ぐらいでいいかなと思います。あとはタウンホール7でウォールブレイカーのレベルが上がっているということを仮定して、今、まあ、話し進めてます。そしてですね、えー、ゴブリン。 やっぱりジャイヒーではやっぱ時間が本当に足りなくなるのでゴブリンを10体ほど10体ですね10体入れたいと思いますえゴブリンの出し方はですねタウンホール5タウンホール6のと同様にですねえー、ちゃんとジャイヒーにて防衛施設相手の防衛施設を破壊してからあバッテリーが防衛施設を破壊してからゴブリンを出すようにしてくださいはいそしてアーチャー30体やっぱりアーチャー30体っていうのは何で入れるかっていうとやっぱりそのもう 周りにあるアーミーキャンプであったり、弊社であったり、本当にジャイヒーっていうのは時間が足りないので、防衛施設を全部破壊してから、まあ、アーチャーを出すに、出す、出したりですね、えー、なんうんでしょう、ジャイヒーでジャイアントを出しとくじゃないですか。ジャイアントをまあここら辺に出してヒーラーがピュン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 回復しているときに、そのジャイアントをおとりにして、アーチャーでどんどん壊していくということもできるんですね。あの、アーチャーは遠距離攻撃なので、えー、壁の、 壁を越して攻撃できるのでジャイアントがおとりになっている間にこう壁の中にどんどんグイグイ侵入できるのでアーチャーは30体必要かなと思いますまあタウンホール7の狙うその村の基準としてはやっぱ対空砲はやっぱ外にあるところを狙いたいですねやっぱり真ん中にあるとそれだけきつくなるのでヒーラーがね死んでしまったりなので対空砲をなるべく外に出すようにしてくださいそしてジャイアン,あのジャイアントをですね投入してからまあまあ ゴブリンだったりアーチャー、まあ、アーーチャーは、まあ、アーチャーじゃなくてそのジャイアント投入してからちゃんと防衛施設を、ねえー、破壊してからゴブリンを出すようにしてください、まあ、そこがポイントかなと思います、えー、まとめるとですすねままとめますとめジャイアントが20体そしてヒーラーが2体ウォールブレイカーが2体ゴブリンが10体アーチャーが30体という編成になります、えー、エリクサーはですね63,080エリクサー使います うんまあ、この数字も、まあ、決して安くはないですけれどもこの戦力、まあ、このパーティーだったらすごい強い強くても結構価格的には安いというかドラッシュするよりも価格的にすごい安くて強い編成だと思いますね。ということで今回はタンホール7の、えー、攻め方パーティーの紹介でしたご視聴ありがとうございました。